日本代表高井の代役で待望ディフェンダーを追加招集。柏レイソルの関根弘樹が追加招集。初の A 代表招集となった。高井の怪我は残念だが早く回復を祈る。関根も楽しみだ。関根が3バックの右側できれば4バックに可変しやすいよね。橋岡との比較になるだろうけど、チャンス到来だな。関根来た。待ってたよ。高井は継承で会ってくれ。 CB が追加と思ったけどな。チャンス到来。頑張って頑張って頑張って。前半後半いずれか4バックやろうぜ。谷口または町田、瀬古と入れ替わって次の豪州戦に備えてもええよね。クラブごと不調の望月は怖いし、何より板倉校の具合のこともあるし。橋岡みたいなタイプにする気かな。右サイドバックが主戦場だけど、3バックの右 CB もできるみたいな。高さのある右 SB だし、3バックの右としても起用できたら良いけど、中国戦と違ってサウジとオーストラリアだと試す機会はないかな。若手枠の高井の代わりなら、27歳の渡辺じゃなくて22歳の関根呼ぶってのは妥当な判断だと思う。追加招集は渡辺剛だろうなと思ってただけに、正直関根で演歌感はある。チェルシー渡辺剛呼べや。高井の代わりが関根になったのは意外だった。3バックだと本職 SB が使われづらいから、渡辺剛あたりの単純に CB を補充すると思ってた。